こんにちは、木村翔吾です。 YouTube 動画を見ていると、動画タイトルの上にシャープから始まる文字列が表示されているのを見かけることがあると思います。これをつけてみたいって思った人いるんじゃないでしょうか。これらの文字列はハッシュタグと呼ばれるタグになります。今回の動画では、このハッシュタグの付け方であったり、メリットやデメリット、ハッシュタグをつける際に注意すべき点、そして最後におすすめのハッシュタグの付け方も紹介するので、ぜひ最後まで動画をチェックしてください。それでは動画の内容に行ってみましょう。まず YouTube におけるハッシュタグがどういったものなのかっていうのを簡単に説明しておくと、ある一つのキーワード、例えば DIY っていうキーワードがあって、その前に記号のシャープ、まあ厳密にはシャープじゃないんですが、この記号をつけることによってクリックすることができるようになって、そのキーワードに対してクリックすると、そのつけたキーワードと同じキーワードがついている動画っていうのが一覧になって表示されるんですね。で、このハッシュと呼ばれる記号がついたキーワードのことをハッシュタグと呼びます。これを使うことによって、動画のタイトルであったり概要欄のような、文字検索とはまた違う別の検索結果が表示されるようになります。別の言葉で言い換えると、自分で作ることができるカテゴリー分けのようなものです。続いてはハッシュタグの付け方について解説していきたいと思います。ハッシュタグの付け方は主に2つあります。1つ目は動画のタイトルに入力する、そして2つ目は動画の概要欄に入力する。どちらの場合でも同じようにハッシュタグは機能しますけども、僕がおすすめしたいのは動画の概要欄にタグを入力する方法です。やり方はとても簡単で、スマホを使っている人であったら YouTube Studio っていう YouTube の管理アプリですね、こちらを開いてもらって、そして動画のタイトルであったり概要欄の入力画面に行って、そこで、自分が打ちたいキーワードを、このシャープの記号ですねの後に打ち込むと。この時のルールなんですけども、一つのキーワードの中にスペースは入力しないっていうことですね。スペースを入力した段階で、そのハッシュタグっていうのはもう作られてしまって、その続きに文字を入力したとしても普通の文字になってしまいます。ですので、長い文章のハッシュタグをつけたい時もスペースは入れずにそのまま直接入力してください。そして動画の視聴者は青い文字のハッシュタグをクリックすると、その動画から離れて、そのタグの検索結果の一覧の画面に移動します。そこではそのクリックしたタグのついた動画が一覧になって表示されるんですね。細かいルールをちょっとだけ追加しておくと、ハッシュタグがタイトルについていて、同じハッシュタグを概要欄にも入力した場合、そのハッシュタグっていうのはタイトルの上には表示されません。それはもう動画のタイトルの中で完結してしまっています。また動画の詳細情報の編集画面で位置情報っていうのを入力する場所があると思うんですけども、その位置情報をもし追加してしまった場合は、ハッシュタグは表示されなくなって、代わりにその位置情報が動画のタイトルの上に表示されることになります。それではハッシュタグをつけることによってどういったメリットやデメリットがあるのかっていうのを簡単に説明します。まずメリットなんですけども、言わずもがな新しい視聴を得る可能性があります。視聴者の人があるハッシュタグで動画を検索した場合に、そのタグの中に自分の動画が含まれている場合、それは新しい視聴を獲得することにつながりますよね。一方デメリットなんですが、視聴者の方が離脱するきっかけにもなるっていうことがあります。で、これがどういったことかっていうと、これはハッシュタグの仕組みの上で仕方ないことなんですけども、自分の動画を見ている視聴者の人が動画を見ている最中にタイトルの上にある青いハッシュタグの文字をクリックしたと、そしたら別の動画の検索結果の画面に行って他の動画がバーって出てきます。動画を見ている最中であっても別の面白い動画に視聴者の方が目移りする可能性があるということです。ですから新しい視聴回数を獲得すると同時に視聴者の離脱にもつながる可能性があります。それではハッシュタグを入力する際に注意する点を紹介します。これらを守らないと、せっかく入力したハッシュタグが無効になるばかりか、最悪動画の削除とかにもつながりますので注意してください。まずはハッシュタグの数は最大15個までです。一つの動画においてハッシュタグは最大で15個までしか入力することができません。そして15個以上ハッシュタグがついた動画に関しては、それらのハッシュタグは全て無効化になります。で、動画のタイトルの上には3つまでしかハッシュタグが表示されませんので、まあ、多くても3つぐらいを目安にハッシュタグをつけることを僕はお勧めします。次に注意しておきたいのは、ハッシュタグ以外のタグは禁止ということです。これはどういうことかっていうと、ハッシュタグが動画のタイトルの上に表示されるのを利用して文章を入力して追加の説明文みたいな感じで使うことです。これはね、 YouTube を試行錯誤してやられてる方にちらほら見られるんですけども、ハッシュタグの本来の役割とは違っているので YouTube は推奨していません。
まあ、YouTube がね、推奨していないことをするっていうのはできるだけやらない方がいいと思います。ここから先は YouTube の動画の削除のきっかけにもなりうるので注意して聞いてください。ハッシュタグを使って避けるべき内容、まずは誤解を招くコンテンツ、これは動画の内容と全く関係ないハッシュタグをつけることであったり、それらを乱用することですね。続いては嫌がらせであったりヘイトスピーチ、そして性的なコンテンツ、まあ、こういった内容っていうのは YouTube 全般として NG な行為なので、こういったタグをつけてしまうと動画が削除される恐れがあります。で、詳しい内容は公式のヘルプページにも記載されているので、時間があるときに見てみてください。詳細は概要欄にも記載しています。そして最後におすすめのハッシュタグの見つけ方、選び方についてお話しします。もちろんハッシュタグの使い方に関しては動画の投稿者の方が自由にアレンジしてもらっていいんですけども、あくまでも指標となるおすすめの付け方について話します。まず一つ目はトレンドに関連させるタグの追加。ずいぶん前になるんですけども、 1.5 リットルのコーラのペットボトルにメントスを入れて、コーラが爆発するメントスコーラっていう動画のブームがありましたよね。そういう時にハッシュタグメントスコーラっていう風にトレンドのキーワードを入力することによって、自分のチャンネルがマイナーチャンネルだったとしても有名 YouTuber の企画の影響力を受けることができますよね。そういった感じで、その時期その時期に流行っている内容の動画を作って、でそれに関連するハッシュタグをつけてあげることによって視聴回数の流入を狙うことができます。ですからトレンドっていうのは常に意識するようにしてください。続いてはブランディングタグと呼ばれるものです。ブランディングタグがどういったものかっていうと、自分の YouTube チャンネルの名前であったり YouTube の企画の名前であっても何でもいいんですけども、他の人が使っていないオリジナルハッシュタグを作って、そのオリジナルのハッシュタグを自分の動画につけることによって、視聴者の人が、あ、この人のこのハッシュタグを使ったら面白い動画が見れるっていう風にイメージをつけることができます。海外の有名な YouTuber の方でギャリー・ビーっていう方がいるんですけども、そのギャリー・ビーっていう方は Ask ギャリー・ビーっていう、まあ、YouTube の企画ですね、それをオリジナルのハッシュタグとして使っていて、ギャリー・ビーの動画がバッてこう一覧で出てくるんですよね。そういった感じでブランディングタグっていうのを作るのも一つの戦略かなと思います。続いては検索バーで調べてみるです。 YouTube の検索窓にシャープ〇〇ってこう文字を入力していくと、検索の候補っていうのが表示されると思います。このようにして、今どんなハッシュタグが世の中にあるのかっていうのを調べることができます。じゃあ例えば僕がガジェットのレビュー動画を作りました。でこのガジェットのブランド名をハッシュタグブランド名で入力したら、その後に何かしらのこう検索候補が出てくると思うんですけども、それを踏まえてそのハッシュタグを利用することによって、同じハッシュタグを使っている動画の方からの視聴流入を得ることができる、そういったものになります。ですから YouTube の検索バーからハッシュタグを検索してみるっていうのも一つの手です。こんな感じで僕のチャンネルでは YouTube に関する How to コンテンツであったり、動画編集のチュートリアルなんかを定期的にアップロードしていってます。もしこういった内容に興味がある人は、ぜひこの機会にチャンネル登録していただいて、他の動画もまたチェックしてみてください。最後まで動画を視聴していただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。